皆様、本日は朝早くからお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、株式会社 JTB コミュニケーションデザインツーリズムプロフェッショナルセミナー、大阪・関西万博と開催後のレガシーが変えるインバウンド市場への対応を始めさせていただきます。弊社 JTB コミュニケーションデザインは、創業以来、事業とメインを、 コミュニケーションをデザインするとし DX や CX の観点で人と企業と地域を有益につなぐことを達成するための価値あるコミュニケーションの提供に挑戦しております本セミナーでは命輝く未来社会のデザインをテーマに2025年に開催する大阪関西万博そして万博が目指す 持続可能な開発目標 SDGs 達成への貢献日本の国家戦略ソサエティー5.0の実現や開催後のレガシーがもたらす影響とコロナから回復しつつあるインバウンド市場の未来に与える変化や進化そしてどう備えるのかについてをデジタルグローバルマイスサステナブルの観点から考えます。ここからは JTB コミュニケーションデザインの3名の専門家によるデジタルマーケティングの未来、マイスにおけるサステナビリティの未来、観光業界の脱炭素への取り組みの未来をテーマとした講演を各20分間で行わせていただきます。それでは早速、1つ目のテーマ、デジタルインバウンドマーケティングの未来予測図。 アニューワールドフロムレガシーと題しまして DX 推進プロジェクトデジタルマーケティングエバンジェリスト直井秀樹より講演いたしますそれでは直井さんよろしくお願いいたしますはいあの皆様おはようございます改めまして 朝早くからごご視聴いいただき誠にありがとうございます私のパートは約20分お話をさせていただければなというふうに思っておりますタイトルがなんですけども「デジタルとインバウンドのマーケティングの未来予想図」みたいな形ちょっと未来予想図って予測図ってどんなものなのかななんていうふうに思われるかもしれませんがちょっと我々の考えている未来予,想図予測というものをいろいろと皆様にお話しできればなというふうに思います 思っております え私、ちょっとだけご紹介を自己 PR させていただければと思っております今あ今、ご紹介いただきました JTB コミュニケーションデザインの中の DX という推進のですねえところに所属しておりますちょっと横文字でかっこよく書いてるんですけどもデジタルマーケティングエヴァンジェリストみたいな伝道師みたいなこと言われて全然伝道師でも全くないんですけどもあの皆様に多くの方たちにですねこのインタラクティブというものはどんなものなのか今後どういうふうにいっていくのかということをいろいろとお話をさせていただければといううふに思ってます。 で私、ちょっとあのもうずっと広告畑の方でずっと働いておりまして、えー、ラジオとテレビと新聞と雑誌と交通と、それと屋外広告のビジョンであったりとか、あ,あ,るありとあらゆるメディアを介しながらです、ね、でいろいろとプロモーションやってたんですけども、約20年前、えー、こちらのほう、デジタルというところで,です、ね、でいろいろとやらさせていただきながら、1996年、ちょうどヤフーさんが日本に来て、いろいろやってる中、 ライブドアとかいろいろありましたけどもそんなようなところから始めさせていただいて今日に至っておりますで本日はですねいろいろとグローバルを展開する、まあ、あの g t v コミュニケーションデザインのブースの中にもですね Google さんを招いていろいろお話をさせていただいたりしてるんですけども本日もあのスペシャルゲストという形でですねグローバルにおける多分 デジタルマーケティング、あとテクノロジーでは第一人者みたいな的な部分になるのかなというふうに思ってます。いろんなその中央省庁であったりとか、査様であったりとか、各企業様のインバウンド、特にインバウンドの方でです、ね、いろいろやらさせていただいている、本日はクリムタン株式会社のですね女子さんの方にちょっといらっしゃっていただいて、いろいろとセッション的な部分でお話ができればなというふうに思っております。じゃあ女子さん 本日はどうもいろいろありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、クインターン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<あ>よろしくお願いします。あ。しげがへん。ね。じゃ、ちょっと紹介を。あ、そうですね。はい、あの。まあ、僕は、あの、まあ、広告、まあ、デジタル広告の業界では、まあ、十年ぐらい経験がありまして。はい。で、あ、まあ、クインターンの、まあ、商品っていうか、まあ、会社っていう。のは、軽く、まあ、説明すると。あの。 広告まあ、デジタル広告を運用することできるようなプラットフォームです。でインバウンドのデータがあってあとクリエイティブの制作の、はい、商品を提供してます。はいありがとうございます、あのー。先ほどちょっとお話しさせていただいたアドテクノロジーっていうようなちょっとまた横文字で大変恐縮なんですが、えー、実は皆様はインターネットをいろいろやっている間にいろんな自分の,この個人の情報であったりとかっていうようなものがですね パーソナライズされながらもパーソナライズまあいろなそな趣味、嗜好に合わせていろんなその価値提供をいろんなこの情報を伝達していただくというようなまあそういうようなコミュニケーションの中で,ですねこの女子さんの方のまのクリムタンの方ではではそういうものをしっかりとあのユーザーが欲しいものをこういろいろと提供してくれるようなプロモーションデジタルプロモーションというところをメインとしてやらさせていただいています本日はよろしくお願いいたします。よろししくお願いいますはい でまずはちょっと先のデジタルマーケティングのことについて、ちょっと皆様といろいろとお話ができればななんていうふうに思っております、ちょっと先、まあ、1年後、2年後でいうところには、どんなことが待っているのかっていうところなんですけれども、あの皆様もご存知の通り、左からいきますと、ちょっとまた横文字ですみません、GDPR というようなもの。 あのニュースとか新聞とかで,ですね皆様あの、一度、いろいろ目にしたり、耳に聞いたりとされていらっしゃると思います、また CCPA というようなもの、まさしくですね個人情報というようなものが、ですねこのデジタルの中でも、もう規制をかけなきゃだめだっていうふうな形でいろいろと言われてます、特に気になるのが、このオレンジに書かさせていただいているクッキーのデータですね。 どこに行きましたっていうのが自分がいろいろとネットサーフィンをしているときにどこに行きましたっていうのを全部履歴として取られてたんだけどそれって個人情報だよねそんなもの絶対ダメダメっていうのが GDBR の EU をはじめとしたところそれと CCPA というカリフォルニア州の方なんですけどもそういうようなところでやってますそうすると何ができなくなるかというと私がどこに訪れたっていう履歴が全部消されてしまいますので要はもう一回直井に こうサイトに訪問してもらうためのアクションをしたいなっていうようなこうリターゲティング、ちょっと横町でまたあれなんですけどもリターゲティングというようなことがですねできなくなっている一番効果的だって言われているプロモーションが今できないそんな状況でありますではなぜ、じゃあそういう中で未来のことがお話ができるのかというようなところなんですけれども実はですねあの本当に大変恐縮なんですがえ今月の12日の日に実はちょっと。 こちこちという形でいろいろとこのような形でセミナーをやらさせていただきました、成果につかなるデジタルプロモーション策とはという形でセミナーをさせていただいたときにいろいろとこのちょっと先の未来のいろいろプロモーションがどんなようなことができるのかみたいなことをちょっと実はいろいろ話させていただきました。 その時にもちろん本日もいらっしゃっている方もいらっしゃると思うんですけども日本政府観光局様 JNTO 様のですね、デジタルマーケティングセンター長の方をお招きしながらいろいろとこれからのデジタルどんなような形でプロモーションを行っていけばいいのかみたいなことをお話ししただいた後。 今日も登壇していただいているジョスさん、クリーム隊のジョスさんと、あと後ほど出てくるんですけれども、インテグラル・アドサイエンスって、ちょっと口がこう絡まっちゃうような感じなんですけれども、IA さんと呼んでるんですが、この IA さんと3社連携しながら、ですねこの先のインバウンドのプロモーションを、こんなふうにやっていけばいいんではないかということをやらさせていただきました。と,色々と あのー、もちろんあのプレスリリースを、えー、一緒にやっていただいた、えー、JTTV コミュニティーションデザインの、えー、方たちと一緒にですねいろいろ PR をやさせていただきまして一番左のですね読売新聞社新聞社系のところであったりとか真ん中の雑誌ですね、豊経済さん。 であったりとかデジタル系のところの大手であるこのエクスチェンジワイヤーさんであったりとかっていろんなところに実は取り上げていただいて今回のインバウンドに関わるようなことのプロモーションについて紹介をしていただいていますその中で我々がポイントとして何なのかっていうところが大きく分けて3つプラス1つになりますで、そこのところで一番左にあります こちらもすいません横文字でトータルメディアアトリビューションというようなものと、真ん中のハイパーパーソナリゼーションというものと、一番左側のアテンションタイムというようなものです。手法のやり方なので、平たく簡単に言ってしまうと、ああの一言で言うと、トータルメディアアトリビューションって、先ほど冒頭で私がご紹介させていただいた、ラジオもテレビも新聞も、雑誌も、OH も、交通広告も、 今まではメディアの中の一つとして各点々としてたんですけどもこのデジタルを介することでですね全部こう横串でやっていくことができます例えば YouTube 皆さん多分テレビで見られてる方もいらっしゃるかと思いますそんなような YouTube をテレビ見たりとか Spotify だったりとか日本ではラジコだったりとかそんなようなラジオの媒体もですねメディアも実はデジタルというところですそれともちろんニュースの方も今は紙ではなくて まあデジタルで見たりとかタブレットで見たりとかっていうようなそれを全部一気通貫しながらやっていくというような形ですそれを一緒にクリムタンさんと連携しながらやらさせていただいて直木さん言った通りに、まあ、その前の、まあ、アウト・オフ・ホームとかラ、うん、ディオとかもう全部デジタルになって一つのプラットフォームで、まあ、同じユーザーに同じ、まあそうですね、流れを見ることができるようにすることは。 でで、はい、できますすので、ね、そうですよね、はい、今までは新聞見た人が次にラジオを聞いたのかその後じゃあどこに行ったのかっていうのは全然分からなかったですそれを全部一気通貫してデジタルでまとめるというものが左側になります。で真ん中ハイパーパーーーソナリゼーションというところは、まあ、今まではターゲットをこう決めてたんですけどもターゲットを決めたんですけどざっくりとした、まあ、言い方変える、まあ、失礼ですけどざっくりとしたターゲティングだったんですね。これが ちゃんとしっかりとターゲティングをやりましょうというような形で、ジョうでさん、ね、細かくターゲティングすることができるような、まあ、サービスですね、まあうん、ハイブラーパーソナリゼ,ゼーションというのは、まあ、今まではなんかデマグラデータとか、興味関心とか、まあ、それをベースで、まあ、あの広告運用したりとかしてたんですけど、今はもうちょっと細かくできるように、あのまあ、セグメンテーションもしたり、あと、 なんかそのユーザーがよく使われているコンテンツよく見ているコンテンツに合わせてあのまあ配信できるようになりましたそれはハイパーでですすそうですね例えばえ同じ年に誕生しましたと同じ国にで生まれましたと。 でそこのデータは一緒なんですけども普段見ている行動するデータは全く違うので、えー、もちろん男の人なのか女の人なのかによってもまた変わってきますのでそんなようなものをざっくりと今まではターゲットしてたんですけどそれをちゃんとこう何を見ててどんな興味関心があるのかって。 ワントゥーワンでマーケティングをすることができるのがハイパーパーソナリゼーション、合ってますそうですね、ありがとうございます。<laughs> で、一番こちらの手前側のアテンションタイムというところなんですが、皆さん、ソーシャルメディアやられてらっしゃる方が多いと思います。そこで例えば、こんな記事が書いていいねをしたりとか、あとはこうスクロールして動画を最後まで見たりと,とか、そんなような情報、今まではバナー広告が出ました、しかもバナー広告が表示されなくても、バナー広告が出ましたよみたいなことをいろいろあったんですけども、 今度はちゃんとしっかりとちゃんとそういうような広告が出たのか動画が出たのかっていうようなものそれといいねを押してくれたのか何秒その動画を見てくれたのかじゃサイトに訪れてど,んなどのぐらい滞在してくれたのかみたいなことをちゃんとする調査ができるようになりましたそれをアテンションタイムというような形になります一番左からいきますとメディアをちゃんと横断できるようなことができたそれと真ん中ですと ちゃんとワントゥーマンでコミュニケーションができるようになるソリューションができる一番手前がこちら側になりますのがそれがちゃんとアクションとしていい,い,い、まあ、興味関心としてどういうものがあるのかどうかっていうところがしっかりとできるようなものが我々がやってみましたでしかもプラス1って先ほどお話ししたんですけどもブランドセーフティーだったりアドベリフィケーションと横文字にまたすいませんあれなんですけども要はですね例えば、ね、うーん迷惑 YouTuber が YouTube にこう動画をアップしましまたでその手前に私のところに来てください遊びに来てくださいって言っても迷惑ユーチューバーがですね日本の悪口だったりとかってことを言ってるとその前に来る CM といいますか動画のプロモーションがなんだこんなところに出してこんなところに行きたくないよっていうようなブランドが傷ついてしまいますブランドがですね既存してしまうそれをしっかりとインバウンド用にセーフするようなシステムを一緒に IAS さんという会社とこの3社一体となってやらさせていただきました。なので、そういうようなインバウンドというようなところということをしっかりと今まで以上に訴求するというところがポイントになってくるのかなというふうに思っております。で、今が1年後、2年後先、まあ、本当に近しい将来だったんですけど、先ほどありました大阪国際万博の部分、関西万博のところなんですけども、その2025年、じゃあ、 どんなことが起こりうるのかっていうところをちょっと今日うは助さんといろいろとお話を聞ければなというふうに思ってますで「まあ、howAI change your アドバタイジングストラテジー」というようなはい <Perfect. S 1>、はい、ありがとう <laughs> AI で変わる広告戦略っていうところがいろいろとポイントになってくるかと思います残り7分なんでちょっと早く,早く話させていただければと思っておりますでちょっとこれ動画を見ていただければなと思います 私が思うこの2年後、3年後、もしかしたら1年後になるかもしれません、このような形でですね例えば、仮にですけども私が、例えば t ー e r で、TVer、アマゾンのアマプラで何か動画を見た場合に、今走ってきたバスのところの真ん中にあるチェアーなんですけど、ここに広告が出てますよね、ここが実は広告枠っていう形になるんです。 これって見ている人、先ほどのハイパーパーソナリゼーションっていうようなワントゥーワンでコミュニケーションするんで私ははショッピングが好きだっていう時にはこのような形で出てきます私が日本に行きたいなと思っている時はここに例えばようこそジャパンであったりとか日本の何かこうメッセージが出たりとかっていうような要はこう今まではサイトの中に動画が広告があるとかバナー広告があるとか検索結果に連動した広告が出るっていうような世界ではなくて。 まさ,まさしくこういうようなドラマであったりとか映画の中であったりとかそのような中でそその人にににれれぞっれった広告が出ててくるようなな世界になってきますもっとちょっと細かく言うと先ほどその一番奥にあるですねこのバナーのところ、まあ、要は看板がですね、えー、その人によって看板の内容が変わってきたりとか真ん中にですね PC がなかったので、PC が置いてあったり、まあ、PC メーカーさんだったりそうだと思うんですけど、PC が置いてあったりとか、あとはこういうような何かものをです、ね、が置いてなかったものをちゃんとそのようなターゲットにあったところに広告枠、プロモーション枠として、ドラマの中で出てくるみたいな形なんですね。テレビでもよくあるんです、実はあの、プロダクトプレイスメントっていうような形なんですけども、それがバーチャルで、AI で、その人に合った、 そのタイミングでそういうものが出てくる時代になってきます、まあ。より精度が高いコミュニケーションが必要になってくるというようなところだと思います。今お話しさせていた食べ物だったりとか飲み物であったりとかグッズのところにも出てきますし先ほど言った p c のようなものも出ていんだとと思うとです、ね、やっていただいたたりかかできるるよなな世界になってくるかと思います。なので 今まで出てなかった映画であったりとかドラマというものが非常にそういうものでアピールすることが可能になっていく世界になってきますこれはちょっと私が思うこの2025年以降には間違いなく日本でもこのようなコミュニケーションっていうのがなっていくるもうすでに海外ではどうなんですかねあったりするんですかねそうですね、まあ、結構まあ 欧米ですね、まああの。アメリカとイギリスの場合はあの、まあ、ゲームがすごい最近ちょっと似てるようなことを今現在はやってますね。同じゲームを使っている人がユーザーによって、まあ、出しているコンテンツが違うということでた、まあ、多分なぜかというと 5G とか 6G のテクノロジーインターネットスピードが速いことになっちゃって、うん、まあそれでもう簡単にできるようになりますね。 スポーツとかもやっぱりりそういういの出てきたりするんですすかねねそうです、ね、最近もスポーツでも、まあ、インターネットでスポーツを見てたら、まあ、その看板、まあ、直井さん見せてもらった看板の方で僕が見てたら、まあ、ラグビーの、まあ、グッズの、はい、サービス出てくるけども、うん、もしかしたら直井さんがゴルフ好きだったらゴルフグッズを出したりとかしてる同じ試合見てもテレビも見ててもテレビによって人によって見てる人によってその内容が パーソナライズしててて変わっっいいくううような感じななんですよねるほどそれでいろいろと、まあ、プロモーションでやっていくっていうような感じなんですねなので日本は残念ながら、えー、あと何ですかねえっ、ー、と3年ぐらいちょっと遅れてるっていうような形になっておりますけどもまあそんなようなことも今海外ではその3年先を言ってる部分があるじゃあ我々が年3年4年先の時にじゃあその 6年先、7年先行っている、まあ、海外でのプロモーションというのは間違いなくこのような形になってくるのかなというふうに思っておりますでやはり効果としてはブランドであったりとか広告、まあ、認知だったりとか、まあ、要は、そりゃそうですよねいろいろとじっくりとその動画を見たりとかドラマを見たりとか映画を見てるときにそこに出てきますのでああ、ちょっとこうそ,うあそういうの出てたなとかあこ,のこういうのあったよなとか。 こういう施設とか出てたよねなんていうようなことをいろいろと想起するっていうことがありますのでそういうところもしっかりと我々は今後サポートさせていただきたいなというふうに思ってます。で、もう1点今ちょっと先のことをお話をさせていただいたんですけど AI っていうようなキーワードがありますのでもう少し AI のことについてちょっとジョ手さんといろいろ話をしてまとめさせていただきました。大きく分けてまあ6つある 部分がありますその中でも特にですねこのような3つがジョシさんポイントだって言ってるような感じがするんですけどどうですかそうでですすかそね、まあ、最近はまあ結構デジタル世界になったんじゃないですか、うん、それでまあ広告運用することがまあテレビでもそれはまあデジタル広告になったりまあオーディオもそうなんですけどもさっき話した通りにそれでまあアドバイザーマーケットがすごい たくくさんんデータが入ってくるんですね,ね、うん、でそれでそのデータはどうやって使うかっていうのは結構なんかブランドとかなんかまあマーケティング業界では90%はあ、のデータを使ってないみたいですね10%しか使ってなくて、うん、でも,もう AI がそういうところに入れるとまあそのデータ全部使うことができるようになって でそこからなんかもうメディアバインの配信仕方とかメディアプランニングとかは AI を使ってなんかうまくあの、まあ、配信することができるし、うん、まあこういうターゲットオリエンスが配信したいと思ってたら今,今までにはメディアプランナーがじゃあこの10代とか20代アメリカに住んでる日本にあの来,ようと来ようとしてるユーザーが配信したいってなった場合は じゃあティックトックにじゃあ10%の広告を出してあとまあ C.T.V. テレビに10%とかまあそういうふうにまあなんていうあの人間がやってるんですけど AI が自動にあのこういうふうにやってっていうことは出てくると思いますね。その意味で場合に一つそうですよね。いや本当もうおっしゃる通りでもう今まで人の手が10%しかできなかったものが AI が入ることで100%になるとそういう時代になってきます。ただポイントが やっぱり人なんですね人がちゃんとしっかりと見ていかなきゃいけないっていうところがあるかと思いますのでそういうところをしっかりしながら先を見ながら未来を見ながらいろいろやっていければなというふうに思ってますちょっと早く、まあ、駆け足でお話をさせていただいたんですがなんとなくイメージとしてあこんな世界が起きるかななんて思っていただければと思いました呪さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、本日の私は我々の次のよう、はい、ないの方は内容をさせて終了させていただきますありがとうございました <laughs> 直井さん、そしてご一緒に登壇いただきました。クリムタン株式会社ジョシュア様、ありがとうございました。続きまして、二つ目のテーマ。 マイスにおけるサスティナビリティ環境から DE&I までと題しましてエリアマネジメント部プロモーション局エグゼクティブプロデューサー平間良子より講演いたします。 皆様おははよううごござざいいいいいまますす本日は大勢の方にいらしててただいてありがとうございますそれでは私から本日はマイスにおけるサステナビリティ環境から D&I までということなんですけれどもあの四角ばったお話というよりもですね私今年の6月にですねあのアメリカの方の国際会議に参加してまいりましてそこでまああの、まあ、触れたあのマイスの最新情報ですねマイスにおける最新情報を皆さんと共有しながらご一緒に考えていきたいというふうに思っております。 でちょっと簡単に自己紹介をということで私のマイスの歩みということでですね冒頭25年プラスアルファとございますがサバを読んでいるわけではなくてですね純然たるマイスをやってない時期もございますのでちょっとマイスに専念した時を25年とさせていただいておりますまずあのマイスの方はですね国際会議の運営の方から業界の方に入りまして次に企業系ミーティングこちら主に外資系の製薬や金融の企業様のミーティングを中心に担当させて いいたただいておりました、えー、その後、ですねいろいろマイスに関わる事業をいろいろ担当させていただいたんですけれども2014年にあの私どもの、えー、アジアパシフィック本社の方に移動いたしましてシンガポールに駐在いたしましたで、そちらからですね、まあ、現地発の、まあ、アウトバンドマイスですねあの訪日インバウンドを含むアウトバンドなので皆さんが今、インバウンドとして受けるのをアジアパシフィックから送り出すようなお仕事をさせていただいておりました。そして、えー2016 年に帰国しましまて同じくグループの訪日インバウンドを専門とします 事業会社の方でですね、訪日マイスの特に私、ミーティングインセンティブの方を中心に、えー、企画やコンテンツ開発の方を従事させていただきました、そして現在はですね、えー、プロモーション部ということで、先ほどマイス、えー、直井の方からもお話があった、えー、インバウンドのプロモーション、特に私はマイスプロモーションということでですね、観光庁様の事業や JNTO 様の事業のマイスのプロモーションに関わるお仕事を中心に、あとはコンベンションビューロー様の研修事業や、 地域活性化事業に携わらせていただいております。で、マイスプラスプロモーションということでですね、この4つプラスプロモーションをやってる人間なかなか珍しいので、あの現場の目線でお話ができたらというふうに思っております。では、観光そしてマイスにおけるサステナビリティとはということで。 まあマイスというのは開催地におけるメリットが非常に高いそれは経済波及効果で直接的間接的にまあ効果があるからというふうに言われておりますただ一方でそのマイスを開催するということはですね多くの人や物が移動するそして開催地においていろいろな資源を使うということで環境負荷が非常に高いということは言われておりますでは我々マイスを実施するえ立場の者のそして皆さんのようにマイスを誘致しよう開催しようという立場の 立場の皆さんがどのように枚数を実現するかいかに環境をね。環境への負荷を低くして、枚数を実現する、もしくはその環境負荷を超える価値を創出していくということが必要だと思っております。で、それではじゃあ。 マイスそして観光が SDGs サステナビリティに貢献できる領域とは何かということでこれはですねあの世界観光機構 UNWTO が定義付けた5領域に関するターゲット事例なんですけどもちょっと出典私どもあのグループ会社 JTB 総合研究所の方から借りさせていただいておりますが大きく分けてこの5つ経済そして自然社会 文化相互理解この5つの領域で,です、ね、我々は、えー、サステテナビリティに貢献できるというふうに考えておりますで今ともすればです、ね、この自然環境のところの、まあ、マイスというのがあのやはりどうしても注力されがちだとは思うんですけどもこういった5つの領域をです、ね、バランスよく、えー、マイスの中で考えていかなくてはいけないというふうに思っております。 ではここで私がですね参加した国際会議の方をご紹介させていただきます。じ、え、ゃ、ー、あのミーティングプロフェッショナルズインターナショナル MPI という組織がございます。こちらですねえっ、ー、とミーティングに関わるプランナーやサプライヤーさんですねあの会場の。えー 方だったり、えー、技術を提供する、えー、こういったサプライヤーさんだったりとかあとコンベンションビューロの方幅広い方がですね参加されるあの世界最大規模の団体なんですけれどもこちらの MPI が年に1回ですね業界のプロフェッショナルに向けて教育とネットワーキングの機会を提供するということで、えー、実施している。まあ 象徴的ななイベントになりますで今年はですねコロナ明けから久しぶりにリアルということでですね初めて北米以外の地域ということでですねメキシコのカンクーンで開催されました WEC= ワールドエデュケーション・コンフェレンス通称 WEC というものなんですけれども私もこちらに初めて参加させていただきましてあの参加にあたってはちょっと東京都様の支援をいただきまして行かせていただきました。でこの、えー 23におけるサステテナビリティ講義とということで,です、ね、私2つの講義を受けましてそちらコートニー・ローマンさんといってです、ね、観光ではなくてマイスにおけるサステナビリティに非常に特化された方で MPI 以外にも、ね、IMEX 皆さんもご存じの通りマイスのビジネスショーとして有名な IMEX だったり同じく MPI 同様のマイスの組織団体である PCMA やサイトなども講演をされている方の講義だった んですけれどもこの冒頭の方でですねミ,リミーティングプランナーに聞きましたということでミーティングにサステナビリティを求めているかどうか80%の方が求めているという回答が出ましたではその中で独自のサステナビリティの戦略を持っているかどうかこれはあのその会社のサステナビリティの方針だったりミーティングにおけるサステナビリティのストラテジーですねそういったものを独自に持っているかどうかというものについて 76％、非常に予想よりはるかに高い数値の回答がございました。で、MPI はやはりあのまあアメリカ、カナダ。 欧州、まあ、南米もありますけどもアジアでは日本が中心にやっているんですけどやはり北米の方が非常に多いあのボリュームを占めているので皆さんのイメージの中で欧米といっても欧州は非常にサステナビリティが盛んだけど北米そんなに日本と変わってないんじゃないっていうふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけどもやはりミーティングプランナーというのは非常にあの最先端のそして先進的なことをやっている方の集まりなのでの高い三角形の上の方に当たる方なんです ですね非常に意識が高くこのような高い数値でサステナビリティを意識しているということが分かります。ではその中でですねミーティングプランナーが目指す達成点は何かというとイベントの持続可能性に関する目標とその 組織やお客様ですね顧客が持っている包括的なサステナビリティに対する目標を一致させていくただこの単発のイベントのためにサステナビリティを実現すればいいというわけではないということを非常に強くおっしゃられていましたでは具体的な項目としてどういうことが挙げられたかということでですねちょっと非常に にいろいろな項目を挙げられたんですけれども、まあ日本でも共通するところで分かりやすいものを挙げさせていただいております。まず飲食ですね。これはまあ地産地消とかフードロス対策というものが多く挙げられるかと思います。そして二酸化炭素排出や廃棄物の排出。これはまあカーボンオフセットなどでも日本でも取り組まれているところ多いかと思います。そしてこのサプライヤー選定と下の地域社会の貢献というのは非常にリンクしているところなんですけれども、いかに地域の事業者 を活用していくかその特にあのミーティングやイベントなどですと固定のメインのプランナーやメインのサプライヤーがつくことが多いんですけれどもそのサプライチェーンにおいていかに地域の、えー、事業や地域のサプライヤーさんを、えー 取り組んでいくかということをそのミーティングプランナーはサプライヤーにも浸透させなくちゃいけない、教育していかなくちゃいけないということが強く言われておりました。そして地域社会への貢献ですね。ミーティングをやったことが地域にとっても良かった。 最近レガシーという言葉はオリンピック以降よく使われるんですけれどもそのミーティングをやったことによって地域に得るものがあるもたらされるものがあるということが地域社会への貢献でそれは上のサプライヤー選定での直接的な雇用だけではなくそのほか目に見えない効果文化的な貢献なども含んで考えられるというふうに思っております。 で、ちょっと具体的にいくつか事例を挙げていきたいと思います。これ、フードビバレッジなんですけれども、でまあ、地産地消、えー、とフードロス。まあ、経済的な購入先の選定でですね。ここちょっと日本だとあのここまで言わないだろうなってびっくりしたんですけども、例えばお食事のもの。なん ですけども材料ですけども小規模農家だったりとかマイノリティのオーナーマイノリティというのはこれまあ北米ですといろいろな人種の方がいますので例えば少数民族だったりとかその経済的に困窮しているような民族のそういった方の後押しができるようなところから購入をしていくというようなサプライヤー選定レベルでも地域社会に貢献していくということがあの非常に重要だというふうに説かれておりました。そして食事制限への対応ですねここあのサステテナビリティとは一瞬関係ないいようにあの我々思いが やはり世界にはいろいろな宗教やその他のポリシーのもとにいろいろな食事制限を持っていらっしゃることがいるその方へ対応していくということは多様性に配慮するという形になりますのでこれもサステナビリティの一環というふうになります。 でちょっと見ていただくと、実はこれはサステナビリティの講座ではなくてですね、フードに関する講座を二つほど取ったんですけど、そちらの中で、えー、例示されたものです。こちら、えー、皆さんから向かって、えー、左側ですね。こちら実はすべてビーガン対応のスイーツでメ、メキシコの非常に有名なホテルのシェフが、えー、考案したものです。すべてビーガンでかつヘルシーな材料を使って、まああの参加した人間がまあ 試食してそれぞれどんな場面で使ったらいいかというのと協議するというようなセッションだったんですけども非常に私が印象的だったのがシェフがその材料を説明する時にまあココナッツだったらアサイだったりとかも私も知らないようないろいろなまあ材料を紹介する時にえ結構頻繁にですねファストグロー要は早く育つということを。 おっっしゃってたんでですねでこれは何なのかっていうふうに考えた時に例えば先ほどおっしゃってたようなまあすいません先ほど申し上げたような小規模農家や特にここで言われたのは女性 あの例えばシングルの女性などが小さい規模で農業を始めてその方たちが着手しても早く育って早く買い取ってもらうことによって早い経済効果の達成が実現できるというところまでこの全くサステナビリティの講座ではないフードのシェフがやる講座でもそれが追求されてたということでそのミーティングに関わるある一定レベル以上の人が同じポリシーのもとに動いているのでそういった一貫とした講義が行われているということ ここでも非常に強く感じましたでその隣はです、ね、実はノンアルコールビバレッジというあのそれ専門の講座があったんですけれどもジジェン j セット世代と言われてる人たちですねこの方々あの非常にアルコールをもう飲まない。 とということであのたまたまちょうどこの会議中にですね MPI が発するニュースフラッシュというか E メールニュースみたいなものがあってそれを読んだところ例えばアメリカのスポーツスタジアムですと、えー、ジェット世代に限るとアルコールの売り上げがスポーツスタジアムにおいて、まあ、全体の6割ぐらいまでになってしまうと、まあ、6割以下になってしまうということこれは経済的な非常に大きなダメージになるということでノンアルコールビバレッジに非常にあの 注力されているんですけれどもそのノンアルコールビバレッジでも、えー、ただノンアルコールにするんではなくて。えー おしゃれに本格的にということで本,本物の思考で初めからノンアルコールのためのジンを使ったカクテルとかまあ、そういったあの間に合わせではないものっていうのがまあ追求されてますでこれも皆さんにとってはこれサステナビリティと関係ないんじゃないというふうに思われるかもしれないんですけれどもそのアルコールを飲まない けど皆さんと同じように楽しむという個を尊重するこれはダイバーシティなのでこれもサステナビリティなんですねこういうようにあの全てにおいて全ての人を取り残さないいろいろな多様性の人が同じような価値観や楽しみを共有できるというところまで意識したあの講義が全般的に行われておりました。 では続いて廃棄物の削減ということでですね今あのフードの次にやはり廃棄物を削減していこうということでリデュースリユースリサイクルの 3R のお話が出ましたでこちらやはりあのフードロスの対策というのはですね日本は保健所の関係があって非常に難しいということでですね実際にミーティングを企画されている方も苦慮されているかと思うんですけれどもアメリカですとやはりドネーションとかレスキューという形でそのままパーティーで 黙ったものはまあ、あのー 困窮されている方にまあ提供するということをよくやっているんですけども、日本ではそこがなかなか難しいというところがあると思います。で、結構あの最近のあの日本で開始された国際会議の事例ですと、あの非常に大きな国際会議でも、先生方がお弁当を1個単位でコントロールして、あのロスをなくす。余ったお弁当は学生バイトに渡すというところをえ。私去年からですね。3つ国際会議をま取材したんですけども、全ての先生。がおな 同じことをおっししゃられてましたそしてあの別の国際会議ではです、ね、あの東京都なんですけど丸の内で DMO 丸の内さんがえ努力されてですねミールクーポンというのを発行しましてのランチでえ丸の内界隈いのまあ提供、まあ 協力してくださったレストランでそのミールクーポンを出せばランチがまあ食べられるというところですね2000人規模の会議で実現しましたこれはお弁当を回らせることがないのである意味サステナビリティな取り組みだなということでアメリカのようにドネーションというまあ直接的なことができないので日本であるとそういった代替策を考えなくてはいけないなというふうなことを話を聞きながら思って 次第ですただ、ですねこの廃棄物の削減、リデュース、リユース、リサイクルですと上の順に優先度が高くなってくるんですけれどもこの3つ目のリサイクル、これは捨てなくてはいけないというふうに講義の中でお話が出ました。でこれはなぜかというとう ゼロエミッション要は廃棄物の排出自体を限りなくゼロに近づけるということでもうリサイクルじゃなくてゴミ自体をなくしていきましょうというのがやはりこの次に向かうべき姿という形になっていますで。ここででで非常に分かりやすすい例で言うと、ペットボトボルですね。 ペットボトルを削減するということをもうイベント自体のポリシーにしている協会や会議は実は非常に多くございます。で例えば G7 などもあのこの前の G7 の時代からも徹底的にそうだったと聞いているんですけれども今年、北海道で実施された、えー、アドベンチャートラベル、えー、とワールドサ,サミット ATWS ですねそちらの、えーとえー、主催者の CEO の方にインタビューする機会があったんですけれども ATWS もペットボトルは完全にイベントから排除しているというふうにおっしゃってました。 まあ理由の1つとして日本は非常にリサ,イクル率がリサイクル率が高いことは知っていると80%で素晴らしい数字だとそれを否定するつもりはないただもしペットボトルを排除したらそのペットボトルをリサイクルするというエネルギー自体を我々は削減することができるまあ少しずつそうやって歩んでいかなくてはいけないというお話が出ました。そしてこのの講義の先生 のことにローマンさん自身も我々ミーティングプランナーはじゃあペットボトルじゃなかったらいいのか紙なのか アルミ缶ななのかってそういういい問題じゃないアルミ缶でも紙でもゴミを排出すると我々ミーティングプランナーはいかにマイボトルを参加者が持参するかというのを、えー、考える、まあ、その手段を考えていかなくてはいけないというふうに言われましたでファットメジャートラックレポートということでですねは、まあ、測るというのは皆さんもなんとなく想像できるかと思うんですね CO2 のあの。 を測ったりというのは日本でも最近やられていますし報告というのも分かると思うんですけどもトラックというのはですね結構トラックとかトレーシングという言葉はよく使われてるんですけどもそのものがどこからやってきて最終にどこ,かどこに行くのかリユースされるのかリサイクルされるのかと最後まで見届けなくてはいけないということを非常に強く歌われておりました。 では続いてちょっと残りが少なくなってきましたのでダイバーシティにお話をさせていただきたいと思うんですけれども日本だとまだダイバーシティというところで止まっているかもしれないんですが世界ではやはりダイバーシティエキイティアンドインクルージョンということで多様性と公平性と包括包括ということでですねただ色々あることを、えー いろいろあるねではなくてそれを全て受け入れてみんなで受け入れていかなくてはいけないというふうに価値観が変わっております。 で例えばウェッグなんですけども基調講演者においてもこのような多様性がうかがえております以前でしたらです、ね、この右,端右上のです、ね、白人女性みたいな方が、まあ、典型的なキーノートスピーカーであることが多かったんですけどもこのヒスパニックの女性だったりこのアジアの女性中東系の男性と非常に多様性のあふれるスピーカーが登用されていました。 そしてあの参加登録の時にですね非常に驚いたんですけど日本だとですね、まあ フィメールとメーールルと女性か男性かチェックするぐらいだと思うんですけれどもこ,のこれだけの選択肢がありましたトランスフィーメール、まあ、トランスメールはこれ皆さん何んとなくあの変わった人なんだなっていうふうにあの想像がつくと思うんですけれどもその次のですねジェンダークリアとこの辺りはですね、まあ、その要はジェンダーをですね超えてるみたいな、まあ、表現はいくつか違うんですけれども、えー、言葉になりますで、まあ、セルフアイデンティファイ、まあ、日本人からすると上とどう違うんだっていう気もしますけれどもまあ自分自身ですよというところですね。その であとこれだけあるのに、まあ、何も答えたくないというものも用意されているというところでいかに多様性が重視されているかということになるかと思いますそして最後なんですけど地域文化の紹介ということでですねメキシコ、えー、実はマヤ文明の遺跡の近くだったのでこのように文化を紹介するものが、えー、いろいろ出てきましたあのマイスにおけるサステナビリティを追求するとじゃあやらない方がいいんじゃないかっていうふうなことをおっしゃる方もいますけれども、えー、マイスというのを、えー 環境の負荷をいかに抑えながらその環境負荷を超える価値をいかに与えていくかということを我々は考えて生み出していかなくてはいけないんじゃないかということで,です、ね、その環境作りとプログラム作成が非常に重要だと考えておりますのでもし皆様の方でです、ね、何かお困りのことがあったらぜひお声かけいただきまして一緒に考えていきたいなというふうに思っております。それでではは非常に駆け足ごござざいいいまままししたたたがが私のプレゼンンテーショを終了させていただきますありがとうございました 平間さんありがとうございました続きまして三つ目のテーマ 観光業界における脱炭素への取り組みと題しまして、事業競争部ソーシャルビジネス局グリーン事業担当吉田理沙より講演いたします。吉田さん、よろしくお願いいたします。はい、えー、皆様おはようございます。えっ、ー、と私あのソーシャル JTB コミュニケーションデザインソーシャルビジネス局の吉田理沙と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の方からは観光業界における脱炭素の取り組みということで具体的なソリューションを2つご紹介をさせていただければと思います。まずですね各業界における脱炭素の取り組みどんな取り組みが進んでいるのかというのを皆様と共有をしたいと思うんですけれども例えば左上ですねスーパーのイオン。 につきましては食品の CO2 削減を見える化している最大23品にラベル表示をしているという動きが出ておりますまた左下大道ドリンゴ様に関しましては CO2 排出量ゼロの自動販売機こういったものまで登場しているということになります あと右上ですねイオンこちらもイオンさんなんですけれどもいちごから脱炭素ということで農業にまでですねこういう脱炭素の動きも発展をしております、はい、あと右下ですねモスバーガーファーストフードこちらも低炭素レタスハンバーガーということで G7 でもかなりですね話題になっておりましたでは観光業界における脱炭素の取り組み どんな取り組みが進んでいるのかというのがここにございますけれども例えば日光マウス第2次第3次交通をですね統一化することで、まあ、観光されるお客様にとっても便利にまた CO2 の排出量も削減するような動きですとかあとは右上ですね箱根の旅館でまどかの森という旅館があるんですけれどもこういったところは水素の ガスコンロを使うことで CO2 の排出量を削減するという取り組みを行っておりますはい、このような取り組みはあの進んではいるもののやはり他の業界に比べるとやっぱり観光業界の脱炭素ってまだまだやっぱり意識がなかなか追いつかないよねというのが現状だと思います では消費者の動向はどうなっているのかというのを共有していきたいと思いますけれども旅行者の CO2 排出削減に対する意識ということで Trip.com 様のご調査によるものなんですが右から2番目にありますとおり今後サステナブルツーリズムを選択したいというお客様はですねこれ世界全体の話になりますけれどももう75%いらっしゃいます。 じゃあ日本にフォーカスしますと日本だけでもですね実はちょっとここには書いてないんですが12ヶ月以内にサステナブルな取り組みを、えー、自分の旅行の中に取り入れたいというお客様実は46%もいらっしゃるんですね。 なので、あの今やもう世界インバウンドのお客様はもちろんなんですが日本のお客様にとってもやっぱりこういう CO2 排出量を削減するという取り組みはもう必須であると言っても、えー、言い過ぎではないかなというふうにそんな観光業界の脱炭素をです、ねえー、弊社の2つのソリューションがお手伝いをしたいというふうに考えております。 2つ目は CO2 ゼロステイということで順にですすねご紹介をさせていただきます、はい、でこの2つのソリューションなんですけれども実はですね本年第1回ジャタ日本旅行協会様の SDGs アワード経済産業部門で優秀賞を受賞いたしましたまた今年のですねこのジャパンツーリズムアワードでも実は入賞ということで賞をいただきました。 ありがとうございます期待しておりましたありがとうございますははい、はいでは CO2 ゼロマイ数についてまずはご紹介をさせていただきたいと思います CO2 ゼロイスとは一言で言うとですね JTB コミュニケーションデザイン弊社が進めているグリーン事業の一環でして環境価値の算出調達検証というのを全てパッケージにしております会場の電気使用量の計算ですとか環境価値の入手 グリーン電力証書の発行イベント後には検証というのもしっかりやっていきますこれ全てがパッケージ化されてますのでイベント主催者様ももちろんその会場様もですねこういう手間が一切省けるというところが一番のポイントになっております。具体的には皆様展示会会だとか学会イベント 会議などに使用されるエネルギーを再生可能エネルギーに置き換えるというソリューションだというふうにご理解をいただければと思います。でここに特徴がいくつか書いてありますけれどもこれをですね導入するご施設様におかれましては初期費用契約料等は一切不要ということでご認識をいただければと思います。またた再生可能エネルルギーを使ったサステナブななイベントなんだよとということで グリーン電力証書というのを発行しますのでこれをです、ね、入り口ですとかスクリーンに表示をして参加の皆様にも共有をいただくということをぜひアピールをしていただきたいと思います。 また3番目、ですね会場の電気使用量の計算や証書の入手、まあ、こういったところ結構ですねあの専門的な複雑な手続きがあるんですけれども弊社の方には国家資格を持った専門家もおりますので弊社の方に安心してお任せをいいただければと思います、はいえー、続きましてこの CO2 ゼロマイスの仕組みということでご紹介をしたいと思うんですけれども。 えー、再生可能エネルギーっていうふうによく聞く言葉だと思いますけれども、えー、具体的には太陽光風力水力バイオマス地熱この5つが再生可能エネルギーというふうに呼ばれております。でもちろんこのエネルギー電気を発電するので、まあ、電気の価値というのは当然持ってるんですけれどもそれと合わせて環境価値っていうのを持っているよというふうに定義をされております。例えば太陽光パネルからキロワワットの電電気が発電されると 同じく百キロワットアワーの環境価値も生まれるという仕組みになっております。で、環境価値というのは目に見えない価値なので、これを切り離して、少々化したものがグリーン電力少書というふうに呼ばれております。 じゃあこのグリーン電力証書をどうやって使うのかというのが下の段に書いてありますけれども通常、会場で使う電気というのはもちろんあの再生可能エネルギーも含まれてはおりますがやはり日本はまだまだ火力発電に頼るところが大きいですので、えー、まあ通常、電気を使うということはどうしても CO2 が発生してしまうということになります。 でこれをあのパチンと、まあ、再生可能エネルギーに置き換えられれば一番いいんですけれどもなかなか今の技術では難しいのでこの会場の電気はもうこのまま使っていただきますと、はい、で私どもの方でこのイベントをやることによって例えば 300kWh の電気を使うよというふうに計算をいたしますのでその 300kWh 分のグリーン電力少書 環境価値をお客様に買っていただくことでそのイベントは再生可能エネルギーを使ったイベントですよということが宣言できるというのがこのグリーン電力証書の仕組みになっておりますはい。で、このグリーン電力証書買っていただいたお金ってどこに行っちゃうのというふうによく聞かれるんですけれども このグリーン電力証書を購入いただいたお金というのは弊社を通じて再生可能エネルギーを発電している事業者にお金が入っていきますので自分たちが再生可能エネルギーの設備を持っていなくても再生可能エネルギーを気軽に使うことができますし再生可能エネルギーの維持拡大にも貢献ができるというところが大変大きなポイントです。はい。 ではこの CO2 ゼロマイスを導入していただくメリットについてなんですけれどもやはりですねインバウンドのお客様大変環境への意識が高いお客様は多いですのでインバウンド団体イベントの獲得こういったところにはもう必須になってくるかと思います。 またインバウンドのみならず SDGs や環境配慮に力を入れている企業今かなり増えておりますのでこういう有料企業のイベントの獲得他社との差別化ということでぜひお使いをいただきたいなというふうに考えております。はい、あとは環境配備効果ということでブランディング効果各ご施設様のブランディング効果の向上 SDGs の取り組みにもなりますのでこういったところにお役立てをいただきたいというふうに思っております。 利用場面としましては例えば利用例の2番目ですね国際会議ということで今も使用書の中に SDGs の取り組み環境配慮の取り組みこういったものは必須になっておりますのでこういったところにぜひお役立てをいただきたいというところと利用例の4番株主総会お客様向けの展示会で利用していただくことによって実際に来場されたお客様にも 環境配慮の取り組みを共有するいい場面になると思いますのでぜひこういった場面にお使いをいただきたいと思います。はい、ということで去年になりますが2022年度の導入実績をを皆様とと共有をしていいいきたいと思います案件内容につきましてはここにありますとおり会社の本部総会経営者研究会であったりとかホテル様におかれましては SDGs の食イベントであったり お客様満足度セミナー株主総会こういったですねアウターーイインンナー問わずいろんなイベントで採用されておりますで業種のところを見ていただくとですねあの当初このソリューションをローンチした時は金融業界とかマスコミ業界に限られるんではないかなというふうに思ってたんですけれども蓋を開けてみましたら結構あの多種多様な 業界に指示をされておりますのでどの業界にも通用するソリューションなのかなというふうに考えておりますはいで。こちらがですね当日の様子なんですけれども 左上ですね会議ですとかイベントの冒頭でこういったスクリーンに映していただいてこのイベントは再生可能エネルギーを使ったサステナブルなイベントなんだよということを告知をしていただいたりとか。 右側はこれ弊社のアワードなんですけれども、まあ、社員が入場する際にですね、まあ、動画等を流して社員にもこう浸透させると、まあ、こういった動きもできますのでぜひです、ね、あの自分たちだけではなく、まあ、参加の皆様にも環境配慮を実感をしていただきたいなというふうに思っております。はい。 ということでこちら導入事例ということで、あの弊社の JTB コミュニケーションデザインのコーポレートサイトの方にも事例が共有されております。例えば外資系医療メーカー様が、まあ会社としてですね、どのような SDGs に取り組んでいるかというのを、でそのまあサスティナビリティの取り組みの中でどうやって CO2 ゼロマイスを活用していったかという事例ですとか、あとは真ん中はですね、あの運輸業界。 運輸業界という CO2 排出がかなり多いと思いますけれどもこの運輸業界の展示会においてこの CO2 ゼロ枚数をご活用いただいた経緯ですとかあと一番右側はですね沖縄観光コンベンションビューロー様と弊社の JTB 沖縄ということで地域を巻き込んだ脱炭素の取り組みなんていう事例も出てますのでぜひですねご覧をいただきたいなというふうに思っております。 はいあとですね去年の9月には「長野グリーンマイス」ということでリリースをさせていただきましたこちらは長,長野県の観光機構様とですねやはりあの名古屋長,長野全体の脱炭素化 もちろんですね大型マイスの取り込みですとかインバウンドの誘致こういったものを目的とした地域を巻き込んだ脱炭素の取り組みなんていうのも進んでおりますのでぜひですねご興味ありましたらお役立てをいただきたいなというふうに思っております。はい、続きまして CO2 ゼロステイということで今までお話ししたのがマイス版。 だったんですけけれれれども今回はこれの宿泊版とといいいうにご認識をいただければと思いますソリューションの内容としましてはホテルや旅館などに宿泊することで生じた CO2 排出相当量を J クレジットというクレジットを使いましてカーボンオフセットするサービスになっております。 このソリューションを利用することによってなんか自社で環境配慮型のプラン作りたかったけどちょっとハードル高いよねなんか難しそうだよねなんていう声が多かったのでそういった障壁を乗り越えられるソリューションということでお考えをいただければと思います。 このソリューションは J クレジットというのを使っているんですけれども J クレジット制度はということでちょっとご説明をしたいと思いますけれども具体的には温室効果ガスの排出削減または吸収量を減らす事業ですね例えば森林の管理だとか再生可能エネルギーの導入だとか省エネ設備の導入 まあこういった CO2 排出量削減につながるような取り組みをクレジットとして国が認証する制度になっております。でこのクレジットを購入することによって私たちは CO2 の排出量をカーボンセットしたりとか CDPSBT に活用したりとか温帯保省エネ法に活用したりとかすることができるわけですね。 で私たちがこのクレジットを買ったお金というのはまた森林を作っているところですとかこういったところに還元をされますのでますます森林が増えていく再生可能エネルギーが増えていくというふうにお金が循環されていくという仕組みになっております。はい、でこの CO2 ステイを、 ご活用いただくメリットとしましてはまず宿泊するお客様につきましては SDGs への貢献であったりとか CO2 排出量削減への貢献で、えー、クレジットがですねあの今お話ししたように森林価値だったりとか再生可能エネルギーの環境価値だったりしますので、えーまあ、遠巻きにではありますけれどもこういった森林保全活動を再生可能エネルギーに貢献をすることもできるというのが特徴になっております。 ではこれを導入していただくご施設様のメリットとしましては先ほどもちょっとお話をしましたり、おり自社で設定することがちょっとハードル高いよねといったところをクリアをしていただくとこれを設定することによって環境配慮に積極的なご施設様としてブランディング力の向上または環境配慮に意識の高いインバウンド戦略としてぜひお使いをいただきたいなというふうに考えております。 で宿泊されたお客様につきましてはオフセットステイ証明書という、まあ、オフセットステイプランに泊まったよという証明書ですねこういったものも発行することが可能となっておりますので、えー、ぜひご活用いただきたいと思います、はいえー、次にこの CO2 ゼロステイの導入事例についていくつかご紹介をしていきたいと思います、はいえー、まず1つ目が、えー、東京駅にあります東京ステーションホテルですね ここに関しましては今年の5月に早々とリリースをしていただきましたなんとですね自社公式ウェブサイトから入ってくる予約にすべてに CO2 ゼロステイを導入をしていただくという大変画期的な取り組みをしていただきましたでここに出ているヤギ様なんですけれども東京ステーションホテルの副総支配人の方なんですが 八木様のご経験でやはりあの観光業界はまだまだこうかあのサスティナビリティのな取り組みが少なすぎるとでやっぱり東京駅の中心にある私たちとしては、えー、自分たちからこういった取り組みを広めていかなければいけないんだという大変強い使命感を持っていらっしゃいまして今回ですねこのようなものに導入をしていただきました。はい あと関西地区でももちろんこの CO2 ゼロステイが進んでおりまして例えば JR 西日本ホテル様では全11施設でこの CO2 ゼロステイをすべてに販売を開始しておりますまた阪急阪神ホテル様におきましては今年の9月ですね先月リリースをさしていただきまして予約リリースをして大体10日ぐらいでですねもう300ルームを超える予約がこうバッと入ってきたと。 で正直あの、こんなに入ってくると思いませんでしたというう嬉しいお声をいただいておりますのでもうインバウンドだけではなく、まあ、日本のお客様についてもかなり意識が高いのかなというふうに実感をしております。また、ホテルだけではなくて、えー、箱根の旅館、えー、箱根小涌園天祐様におきましても CO2 ゼロステイプランが全て、えー、すでに販売が開始されております。 最後にですね設定例ということで東京のホテル椿山荘様におきましてはこれをプラン化するんではなくて全てのお客様に選択性にすることによって全てのお客様に選んでいただくという方法をとっておりますのでこういったものもぜひ参考にしていただければと思います。はい、では最後にになりますが2024年来年来の1月に ついにです、ね、あの宿泊施設様向けの温室効果ガス CO2、ね、の可視化ツールというものをリリースをしたいというふうに考えております。この可視化ツールっていうのは何かというと、えー、各旅館ホテル様の業務の中でどこでどれぐらい CO2 の排出量があるのかというのを、まあ、自分たちでまず見える化していただく、まあ、把握をしていただくというツールになっております。 まあ人に例えて言えば健康診断であったりとかまあ人間ドックみたいなものですねまずはまあどこから CO2 が排出されているのかをえ把握をしてどこから減らしていこうというのを考えていただくツールになっておりますので、えー、ぜひですね注目をいただければと思います。はい ということで、あの私ども JTB コミュニケーションデザインは旅館、ホテル様の脱炭素のお悩みにこれからも応えていきたいと思いますので、ぜひご期待をいただければと思います。はい、私の方からは以上です。ありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。 この3つの講演を通して、私たち JTB コミュニケーションデザインは、万博開催後のレガシーで未来のインバウンド市場に対しどう備えるのか、講演を通してさまざまな現在推進中の取り組みや事例の中から皆様と一緒に考えてまいりました。ここまでデジタル、グローバルマイス、サステナブルの観点で、大阪、 関西万博前後のインバウンド市場への対応をお話ししてまいりましたが大阪・関西万博では世界中のより多くの方々に万博を体験いただくバーチャル万博も注目を集めていますここからは世界中から注目を集める万博において多くの方々のアクセスが予想されるバーチャル万博の活用についてお話しいただきたいと存じます特別ゲストとして 公益遮断法人、2025年日本国際博覧会協会、ICT 局 ICT 部バーチャル化課長代理福田由紀様にご講演いただきます。福田様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、えっと今ご紹介いただきましたえっと日本国際博覧会協会 ICT 部バーチャル化の福田と申します。 本日私はバーチャル万博への参画についてというテーマでお話をさせていただきます、はい、まずはじめにというところでこれまで3名の講師の方からデジタルグローバルあとサステナブルの観点でインバウンド市場を考えるというところをお話しいただいたかと思いまして私の方も大変勉強になりましたでインバウンド市場を考えて促進していくというところでまあ 世界中から注目されるっていうそういった場もまあ必要になってくるのかなというふうに考えております。大阪関西万博というのはまさに世界中から あの注目をいただくような形になってましてまた特にこの後お話しさせていただくバーチャル万博っていうのは世界中の方がその場にいながらアクセス可能な万博となっておりますのでこういった場を博覧会協会としては皆様にプロモーションの場に使っていただければと思っておりまして本日はこちらの投影しております一般参加祭事というものをご紹介させていただければと思います。 でまず一般参加祭事の募集にあたってというところなんですけれども、まあ、皆様ご存知かと思いますがあの博覧会協会では「命輝く未来社会のデザイン」というものをところをテーマとしておりましてと、まあ、個人から企業の方までまたさまざまな方々の社会課題解決だったりとかあとは未来創造への挑戦というのを応援する場を提供しております。 皆様に行っていただく催事というのはさまざまな演出で実施をしていただくことが可能でしてこちらの下に3つ記載しておりますが例えばお祭りであったりパレードを参加型のイベントとして実施していただいたりとかあとはダンスや音楽コンサートというものを発表型のイベントとして実施していただいたりあとは展示物を展示しているものを展示型のイベントとして実施していただくことも可能となっております。 そういった祭児に対してですが様々な特徴を持つ祭児場万博の中ではご用意しております例えばですがま日本伝統文化エリアこちらの右上にあるところですとま屋外の小舞台というものを準備しておりますのでこちらでまダンスであったりとかま作動稼働っていったものを実施していただくことも可能となります 採事上の詳細というのはあの一般参加祭事の募集ホームページに記載がございますのでまたそちら詳細ご覧いただければと思います。はい、こちらはあの募集要項となっておりまして少し字が小さいんですけれどもあの募集期間としてはまず一時募集として今との12月31日まで募集をしております。 参加サイの種類としては先ほどお話しした通り様々な形態でご参加をいただくことが可能です個人の方にもご参加いただけますメタバース空間での展開というところは少し飛ばさせていただきましてえっと応募の手続きであったりとかあと費用とか審査とかもございますのでま詳細はあのホームページの方にこちらと同じものが載っておりますのでご確認いただければと思います こちらが応募から実施までの流れになっていまして応募いただいた後は2024年の1月から3月の間に審査を実施しましてその後、内定が確定した後に説明会で本申し込みという手順を踏んでいただいて万博開始までに調整政策を行っていただき2025年4月以降に大阪万博の会場内にて採用を実施いただくというようなフローになっております。 ここから先ほど飛ばしたバーチャル催事について少しお話をさせていただきます時間を取ってお話をさせていただきますまずバーチャル万博とはというところでバーチャル万博では夢島会場リアルの会場をメタバース空間にバーチャル空間としてバーチャル会場として再現いたしますこちらのバーチャル万博の中にはパビリオンはもちろんのことの催事場であったりとかその催事場内で実施をしている催事というものも こちらの中で放映できればというふうに思っております。下の段のバーチャル空間のところにある通り。バーチャル万博には。来場者がアバターを選んでいただき。そのアバターがパブリオンであったりとか、催事場の中を。こう、回遊していただけるというような。で、コンテンツを楽しんでいただけるような、そんな。構造になっております。で、万博というのは、まあ、世界中から。 注目される場であって、まあ、一般参加祭事もまあその場としてしっかりかなとは思うんですけれども、まあ、バーチャル万博というのはあの、まあ、アプリを1つダウンロードしていただくだけで世界中の方からアクセスいただけるというところで、えっと、より多くの方に、えっと、皆様の祭事というものを知っていただく機会になるのかなというふうに思っています。 でこちらがバーチャル万博のコンセプトとなっておりまして空飛ぶ夢島というような形になります。で中央に見えているのがあの薄く見えてるんですけど大屋根リングになっていまして、えっと、実,場実会場をメタバース空間の独自の世界観でこう表現したような形になっております。 こちらのバーチャル万博は共産者である NTT 様の方で開発するアプリケーションとして提供するような形になりますがアプリのはあはどなたでも無料でダウンロードいただきましてその中の催事というものも無料でご覧いただけるような形になりますで繰り返しにはなりますが世界中からアクセスできる本当にスマートフォンであったりとかパソコンであったりとかそういったデバイス1つで参加できるインクルーシブな万博となっております で先ほども少しお話しさせていただきましたが夢島会場に設置された祭事場をバーチャルこちらのバーチャル祭事場としてバーチャル万博の中にも展開いたしますでパビリオンを含めて、まあ、バーチャル祭事場も含めてなんですけれども外観というのは博覧会協会の方で制作をいたしまして祭事を実施する方には内観,、えっと、内観を制作していただくような形になります。 コンテンツを含む内観制作の詳細というのは後ほどご説明させていただければと思うんですけれどもバーチャル万博のバーチャル会場の方で実施をするものについてはリアルと必ずしも同じものではなくてもよくてその情報として補う部分であったりとかあとは独自の最上コンセプトは同じで独自の展示方法であったりとか最情を行っていただくことも可能です。 でこちらのバーチャル万博ちょっと切り離してお話をさせていただいたんですけれども、まあ、一般参加サイズのまあオプションという形で募集を行っておりますでバーチャルサイの配信形式というのはまあ投影しているような形になるんですけれども例えば一番イメージしやすいところでお話しさせていただくと、まあ、2D 映像配信というところでリアル会場で実施したサイをバーチャル空間内の に設置しためと,と,と費用の方はこちらのスライドに書いてあるコンテンツ制作費と、あと配信対応料と、施設使用料というところがまああのものによってかかってくるという形になるんですけれども、こちらの資料は一般参加サイズの募集のホームページに記載がございますし、より詳細に あの記載したプライスリストというものを仮登録いただいた後にダウンロードいただける形になりますのでぜひ皆さん、仮登録の方をよろししくお願いいたほう、はい、コンテンツ制作にあたっては補助ツールとしてこういった、えっと、特定のフォーマットで作り込みを行う、まあ、簡易版のウェ,ブ簡易ウェブ版簡易制作ツールと本格的な作り込みを行うユニティ y ベース制作ツールをご用意しております。 こちらも NTT 様の方でマニュアルを準備しているので、えっとそちらに沿って制作いただくというような形になりますので、まあ少し安心して制作いただけるのではないかなと思っております。はい。で本日お集まりの方々は皆さんあのまあインバウンドにご興味がある方、まあ地域 の地方創生に興味がある方という方も多いかなと思いまして一、まあ、つあの先ほどご紹介した配信形式の中の 8KVR ですね360度カメラというところで、まあ、地域の魅力をアピールした動画を一つご紹介させていただきます。<music> カメラがありましてで、えっと、ちょっと動画が切れているので分かりづらいんですけれども真ん中にカメラがありまして、えっと、そのカメラを中心に風景とあと実施しているの踊りっていうのを投影しているような形になります、えっと、バーチャル空間上にアバターが入るとアバター目線でこういった360度であの映像を見ることができるというような形になりますはいであ先ほどの こちらはですね、あのえー、と共産者である NTT 様の NTT コノキュー様からご提供いただいたものになってまして、催、ま、事、あ、でこういった PR を実施したいということであれば、コノキュー様の方にあのご依頼いただいて制作いただくということも可能となっております。はい、で最後になりますが、ちょっとこちらあの動画を用意していたんですけれども、本日時間の関係であの一般参加催事の えっとホームページの方にも同じ動画がありますのでぜひ見ていただければと思いますがえっと先ほどあの平間さんの方からリアルで参加する来日するまあ価値のあるプランの策定であったりとか取り組みっていうのがまあ必要という話もありましたがまああのリアルで参加していただけるインバウンドにつながるようなそんな場の 場を提供していくためにあの一度その大阪万博っていうところをご活用いただければなというふうに思っておりまして皆様からのイベント企画をお待ちしております。本日私からの紹介は以上となります。ありがとうございました。福田様ありがとうございました。JTB コミュニケーションデザインはバーチャル万博事務局として。 大阪関西万博の成功をサポートしておりますぜひ新たなレガシーを一緒に作っていきたいと存じます皆様長時間にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました以上をもちまして株式会社 JTB コミュニケーションデザインツーリズムプロフェッショナルセミナー 大阪関西万博と開催後のレガシーが変えるインバウンド市場への対応を終了とさせていただきます。ただ